私たちの戦いにクリスマスも年末も関係ない。そしてドンブラザーズ、史上最大の戦いが始まろうとしていた。お届け物です。サインかハンコ。はーい。はるか。ここは猿原の家のはずだが。お兄ちゃん、荷物だって。はーい。お兄ちゃん。きっとまたお兄ちゃんのファンからの贈り物だよ。ああ、そうかそうか。よいしょと。おっと、重いな。父さん、手を貸してくれ。父さん、父さん。はいはい。ああ、しかし最近腰が痛くてな。記事の父さん。はい、持った、持った。よし、このまま奥へ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。何の真似だ、これは。ガラ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 。よマスター、聞きたいことがある。何かな？鬼と猿とキジは家族なのか？そうだよ。ふっ！ふっ！さあさあ、できましたよ。やったー！母さん得意の関西風丼。すみません、わざわざ。この男は、亀田勉。詐欺師である。いいのよ、これくらい、なんでもないから。さ、いただきましょう。いただきまーす。うまい。よかったわ、お口に合って。一般家庭に巧みに入り込み、甘い汁を吸い、時には財産を奪う。そして最後にはこの男のせいで、家族はバラバラに離散する。母さんの料理は最高だな。さすがですよ。あれ？そういえば、旦那さんは？え、あ、急なお仕事が入ったみたいで。へへ、おほほほほ、おほほほほほ。私が亀田と出会ったのは3日前。変身！失礼だが何かご用かな？この家の方ですか？あ、そうだが。いやーよかった！偶然通りかかったんですが、お宅は悪い運気が漂ってましてな。このままではいけないと、お祓いさせていただきました。霊能力者亀田。
どこかで聞いたことが。あ、霊能力者亀田つとむ。その男のせいでうちはめちゃくちゃに。そこで私は、はるかとキジノの協力を得て、偽の家族を作り、亀田を迎え入れた。亀田の手口を、暴くために。いいんですよ、亀田さん、お客様にそんな。やらせてくださいよ、これぐらい。ああ、俺は詐欺師だ。じゃあ、お任せしちゃおうかしら。ゆっくりしていてください。偽りの霊能力者を演じ。カチャカチャカチャ。家庭に入り込み、奪えるものは全部奪う。ねえ、亀田さんって普通にいい人っぽいけど。僕もそう思います。猿原さんの勘違いなんじゃ。騙されるな。それが奴の手だ。口がうまい。それに、やっぱり太郎には言っといた方が。ダメだダメだ。奴は嘘がつけない。そのためにわざわざ、マスターに口裏まで合わせてもらってるんだ。いいよ別に。どうしたんですか皆さん。急にいなくなっちゃって。うん、ちょっと買い物に。ね。お兄ちわん。ああ。お兄ちゃん？おい、お前なんだその格好。え？犬塚さん。ああ。よろしくお願いします。前田でした。デデン完成！ワイルド獣王キング！